はい、皆さんこんにちは、日食怪獣です。今回はですね、僕ツアー回り出して、18からプロになってるので約8年経ったんですけども、トップツアーに行ったのはまだ本当にここ数年5年とかなんですけど、テニス選手の裏側のあれこれを話していきたいなと思います。なんか皆さんが多分見てる選手像ってやっぱどうしてもテニスコートの中のみしか知らない部分が多いと思うんですけども、選手だからこそ見てるちょっと裏側の部分とかちょっと暴露してやろうかなというふうに思います。一つ目は、これちょっと誰とは言わないんですけど、結構多いんですけど、あんまり練習前とかにちゃんとアップしない選手が多いっていう、これはプロとして結構衝撃な事実だと思うんですけど、アップしない選手結構います。本当にもうジョギングして肩回してよっしゃ行くかーみたいな感じで練習来る選手結構いるんですよ。僕すごい1時間ぐらいアップするんですね。もう練習の1時間前にジムに行くんでアップを1時間弱するんですけど、本当に練習ギリギリに来て、しかも彼らのすごいところは本当にご飯食ってそのまた来るんですよ。ちょっとお腹休ませるっていう感覚が多分なくて、ご飯食ってそのままオッケーみたいな感じでジム来てちょっとジョグしてオッケーレッツゴーみたいな感じで練習するっていう、ああすごいなっていうのを一回、兄とトレーナーさんと話したことがあって、なんであんなことできるんですかみたいな、なんか体絶対動かないのになんであれが普通にできるのみたいな話になって、そもそもの筋肉量が違うんじゃないかっていう、やっぱもうパワーで何とでもなるから、なんか僕らみたいに全身使わなくてももうパワー1個でテニスできるからあれでいいんだよって言ってて、ああやっぱパワーって正義なんだなっていう風に思った瞬間が結構多々ありました、僕の遠征中に。だから結構日本人は意外と真面目にやってるかもしれないです。もちろんね、本当にちゃんとやってる選手がほとんどなんですけど、そうじゃない選手もやっぱいます。それで強い選手が結構いるっていうのが裏側の事実なところですね。他にはですね、ジョコビッチ選手って結構その食事のところよく話題になるじゃないですか。でそれこそビーガンなのだったりグルテンフリーですごい有名になったりとか、なんかいろんな栄養の関連の本も出したりとかあるじゃないですか。でただ皆さん実際に食べてるところとか見たことないと思うんですよ。あれは食べてます、これ食べてませんとか、なんかいろいろ出してると思うんですけど、本当はどうなのみたいなところが多分あると思うんですけど、僕も別に彼の朝ごはんとかを知ってるわけじゃないんですけど、たまにそのなんか会場で食べるものとか見るんですね。試合の直後だったりとか、特に今回全仏オープン終わってロッカールームでのなんか食べてるものとかもやっぱ見たんですよ。本当にびっくりするぐらい芋ばっか食べるんですよ。すごいんですよね。これ楽天オープンでも1回あって、しかも揚げたりとかしてない、全くもう茹でた芋、茹でたか蒸したかどっちか分かんないですけどの、もうとりあえずなんか油も一切ついてない芋単体を食べるんですよ。楽天オープンでもご飯の人たちに言ったらしくて、芋を欲しいみたいな、なんだかさつまいもだったかな、なんかそういうのがいいみたいな、じゃがいもとかではダメだみたいななんかあるらしくて、それをもらってロッカールームでちょっと食べてたり、今回も試合後ちょっと詳しくは見れなかったんですけど、多分ウーバーイーツかなんかでご飯持ってきてロッカールームで試合終わってすぐ食べてるんですよ。もう芋みたいに食べてて、もちろん芋ひがみ食べてると思うんですけど、本当にこの人すごいなって思いました。なんか栄養の取り方をすごいちゃんとしてる、ちゃんとしてるっていうか自分の体に合ったやり方をもう本当にやってるんだなと思って、すごいストイックだなっていうのが一回思ったことがあります。ただ決してみんなにみんな合うわけではないと思うので、全員が合うっていうわけではないと思うんですけど、それぐらいやっぱジョコビッチ選手はストイックなんだなというふうに感じました。他にはですね、ニコラス・バシラシビリ選手っていうジョージアっていう国の小さい国から来た選手がいて、今20位ぐらいなんですけど、もうひたすらハードヒットをする選手ですね。もうすごい、もうどっからでもエース狙いに来るような選手なんですけど、すごい無口で、僕はすごい仲いいんですけど、この人の奥さんなのかな、彼女なのかな、ちょっとそこまでは僕は分かんないんですけど、まずめちゃくちゃ綺麗なんですよ。もうこれはみんな言ってて、もうめちゃくちゃ綺麗やみたいな。で、外人の選手とかもめっちゃ綺麗、あの人はみたいに言うんですけど、兄が奥さん彼女を見た時にギャップに感じたことが1個あったらしくて、そんなにすごい綺麗でやっぱテニスコートとかに来て目立つわけですよ。そんな感じなのに、そんな感じって言ったら申し訳ないですけど、綺麗って映ってる人なのにバシラシビリ選手に球出しする時めちゃくちゃうまかったらしいんですよ。もうなんか兄が一回練習見に行った時に、えみたいな、ね、あれ
え、めちゃくちゃうまいやん友達みたいになったらしくて、なんかもうすごい速さで、はいはいはいみたいな感じで友達してたらしくて、まあちょっと元選手だったりするのかもしれないんですけど、まあ今コーチやってる兄がビビるぐらいマジでうまいって言ってて、あの人俺より友達うまいかもしれんとか言ってて、ってぐらい奥さんか彼女が友達がうまかったっていうのが、ちょっと兄から聞いてめちゃくちゃ面白かった話が一個あります。まあせっかく彼女のネタにもなったんで、いくつかあるんですけど、まず言う、僕の友達がまあグランドスラムとかにたまに来ることがあるんですね。やっぱ海外の人たちは結構一緒に彼女と遠征に来たりとか、二人で回っていたり、奥さんと一緒に来たりとか、子供連れてきたりとかよくするんですね。でそれはまあ彼らはファミリータイムをすごい大事にしてるっていうのがやっぱあるので、すごいいいことだなって思うんですけど、まあさっきもバシラシビリ選手のところもそうで、やっぱ奥さん目立つんですよ。まあ、特に僕ら日本人なので、どうしてもそうやって誰々の奥さんすごい綺麗だなとか目に映るんですよ。で友達が一回その来てグランドスラムかなの時に、プレイヤーズラウンジにいる時に、ヨシヒトみたいなテニス界のこのラウンジの奥さんもしくは彼女勢やばいって言って何がやばいのみたいな言ったら、全員綺麗すぎてやばいって言ってて、なんかテニス選手すごいねみたいな話になって、全員モデルみたい、なんかもう女優とか、もう海外のなんかトップスターみたいな人ばっかと付き合ってるよみたいな。もちろんそういう人たちじゃない人もいるんですけど、もうそうやって見えるぐらい綺麗な人ばっかみたいな風に言ってて、まあヨーロッパとか向こうのアメリカとかわかんないですけど、向こうの方ではどういうテニス選手が立ち位置かわかんないんですけど、すごいモテるみたいですね。それぐらいなんか美人な方々と付き合っている選手がたくさんいらっしゃいます。はい、個人的によく見ててモテるんだろうなって思うのは、キリオスとかがめちゃめちゃモテるんだろうなってやっぱ思いますね。日本人のいろんなところで話聞くのも、キリオスめっちゃかっこいい、なんかああいうちょっと悪そうな態度取ってるけど、そういうのがやっぱかっこいいってなるとか、やっぱテニス見てて面白いしみたいなっていうので、結構キリオス選手の票は高かったりしてますね。はい、それぐらい、テニス選手は綺麗な人と付き合ってるみたいです。はい、じゃあ最後なんですけど、これまでも出てるのかなちょっと分かんないですけど、ナダル選手のなんか練習前の時間だったりとか、ご飯中だったりとか、まあ空いた時間に、まあ、あんまり何してるって出てないと思うんですけど、めちゃくちゃ頻繁に見るのが、何のゲームかマジで分かんないんですけど、必ずナダル選手自分のチームと絶対ボードゲームやってるんですよ。で、ほんで、何のやつか全然分かんなくて、僕もルールも分かんないし見たことないんですけど、めちゃくちゃサイコロ振ってんですよ、ずっと。サイコロ振って紙に書いて、なんかあーってなってまたサイコロ振ってみたいな、すごいやってて、まあ、ちょっと出てるのかどうか分かんないですけど、そうやって結構チームの人とよく楽しんでるところを見て、まあ、そうやってリラックスしてるんだなっていうふうに思いながら、ボードゲームめっちゃ好きなんだなっていうふうに思った一瞬でもありました。はい、ということで、まあ、多分外には出てない結構裏話的なところなんで、まあ、面白かったなって思ってくれたら嬉しいんですけど、日本人は意外と普通です。あんまり何もないです。なので結構海外の人たちって僕らからとってちょっと変わった部分とかもやっぱあるんだなっていう風にも思って、もちろん向こうの人たちから見て日本人って変わってるって思われるとこもあるんで、お互いの部分あるんですけど、結構長い間遠征もあって面白いなって思う部分は多々あったなっていう瞬間がありました。まあね、今回いろんな裏話を話していったんで、面白かったなっていう方々いれば、高評価、そしてチャンネル登録、お願いいたします。逆になんか、この人の裏話ないんですかみたいなやつがあれば、ぜひ、たくさんコメントお待ちしております。ということで、ありがとうございました。バイバイ。